ウィリアム・ワートはアメリカ合衆国の政治家。ジェームズ・モンロー、ジョン・クイン・シー・アダムズ両大統領の下で、1817年から1829年まで、約11年半にわたってアメリカ合衆国司法長官を務めた。1772年11月8日、メリーランド植民地ブレーデンスバーグにおいて誕生した。ワートは家庭教師の下で教育を受け、 法律を学んだ。1792年にバージニア州で弁護士として認可を受け、同州カルペパー軍裁判所で弁護士業を開業した。ワートは弁護士として数年を過ごした後、バージニア州会員事務官となり、続いてバージニア東地区の地方検察官となった。1807年、ワートはトーマス・ジェファーソン大統領から、 アーロンバーの反逆裁判の担当検察官を要請された。1816年、ワートはジェームズ・マディソン大統領からバージニア地区の連邦地方検察官に任ぜられた。1817年11月、ワートはジェームズ・モンロー大統領から第9代アメリカ合衆国司法長官に指名された。ワートは続くジョン・クイン・シー・アダムズ政権下でも、 司法長官を継続し、アダムズ大統領の任期満了となる1829年3月まで、約11年半にわたって、司法長官を務めた。司法長官退任後、ワートはボルチモアに居住した。1830年6月、連邦政府がインディアン強制移住法を制定すると、ジョン・ロスを主張とするアメリカ先住民族チェロキーは、ジョージア州を相手に訴えを起こした。 チェロキーの代表団は、連邦上院議員、ダニエル・ウェブスター及びセオドア・フリーリング・ハイゼンの、勧めを受けて、ワートに弁護を依頼した。ワートは、この要請を受け入れ、チェロキー国は、我々の憲法や法律が及ばないという意味で異国で、あり、と述べ、ジョージア州の権限は、チェロキー国内に及ばないと主張した。ワートは最高裁判所に対して、 ジョージア州の法律が合衆国憲法、合衆国とチェロキーとの条約、合衆国の外交処法律に違反するという理由で、ジョージア州のいかなる法律もチェロキー国内において無効であるとする判決を求めた。その結果、最高裁判所はチェロキーの主張する土地所有権を認め、ジョージア州法はチェロキー国内には及ばないとの判断を示した。チェロキーの裁判後、 ワートはワシントン DC を離れメリーランド州ボルチモアに戻った。1832年、ワートはハンメイソン島からアメリカが州国大統領選挙に出馬したが敗北した。そして1834年2月18日、ワートはワシントン DC において死去した。遺体は議会墓地に埋葬された。ありがとうございます。